僕がね、あ、ごめんなさい、質問ちょっとお聞きして答えれるんであれば、次。一点だけ。はい、どうぞ。僕は大阪都構想応援してるんですけど、あ、ありがとうございます。あえて聞きたいんですけども、はい、あのメリットは一番あよく分かったんですけども、デメリットをここで皆さんこうあえて言うんであれば、僕らが理解しておいた方がいいデメリットがあれば、あの推進してきた橋本さん理解されてると思うので、教えていただきたいなと思って。いや、ないんですよ。ないんですか。考えてもないんです。だから、あの反対派が言ってるのはね、社会がなくなる。あとはね、デメリット、まあ、例えば堺何々区っていうのをどうするかです。堺にはね4つ5つ、今7つあるでしょ。7つは多すぎるんです。だからこれを2つぐらいにまとめるのか1つにするのか、これやっぱり皆さんでちょっと議論はさせてもらいたいなと思いますね。あとはね別にないですけどもね。あ、そう、あのデメリットといえば市長がクビになる、市議会議員がクビになる。だから水の江さんとか札場さんとか黒瀬さんってちょっと変わり者なんですよ。自分をクビにするために大阪都構想、大阪都構想って言ってる。まあその後区議会議員になったり区長になったり、またその役割がありますけどもね。あとはね、まあよく竹山さんなんか言ってるのは、大阪都構想になると、これあの堺市長の力がなくなるって言うんです。いいんです、堺市長の力なんて。大阪市長の力、堺市長の力なんかどうでもよくて、もうそれは大和川の北と南の住民の皆さんの力を一緒にしていきましょうということですから、まあ僕が考えるところは今のところデメリットがない。むしろ反対派の方にデメリットを教えてもらいたいなと思うんですけどもね。すいません、もう一方いらっしゃるんですけども、僕がね、あ、ごめんなさい、質問ちょっとお聞きして答えれるんであれば、次。一点だけ。はい、どうぞ。僕は大阪都構想応援してるんですけども、 ありがとうございます。あえて聞きたいんですけども、はい、あのメリットは一番あよく分かったんですけども、デメリットをここで皆さんこうあえて言うんであれば、僕らが理解しておいた方がいいデメリットがあれば、あの推進してきた橋本さん理解されてると思うので教えていただきたいなと思って。いや、ないんですよ。ないんですか。考えてもないんです。だからあの反対派が言ってるのはね、堺がなくなる。あとはねデメリット、まあ、例えば堺何々区っていうのをどうするかです。堺にはね4つ5つ、今7つあるでしょ。7つは多すぎるんです。だからこれを2つぐらいにまとめるのか1つにするのか、これやっぱり皆さんでちょっと議論はさせてもらいたいなと思いますね。あとはね別にないですけどもね。あ、そう、あのデメリットといえば市長がクビになる、市議会議員がクビになる。だから水の江さんとか札場さんとか黒瀬さんってちょっと変わり者なんですよ。自分をクビにするために大阪都構想、大阪都構想って言ってる。まあその後区議会議員になったり区長になったり、またその役割がありますけどもね。あとはね、まあよく竹山さんなんか言ってるのは、大阪都構想になると、これあの堺市長の力がなくなるって言うんです。いいんです、堺市長の力なんて。大阪市長の力、堺市長の力なんかどうでもよくて、もうそれは大和川の北と南の住民の皆さんの力を一緒にしていきましょうということですから、まあ僕が考えるところは今のところデメリットがない。むしろ反対派の方にデメリットを教えてもらいたいなと思うんですけどもね。